春工時のルカン・テリブル級解剖戦艦は1880年代に作られたフランスの解剖戦艦の艦級である。本級は戦艦の系列ではなく沿岸防御用解剖艦の発展系で排水量も大型化した。フランス海軍の正式名称は総甲解剖艦である。当時地中海で躍進する アンドンタブルのスケッチボン級は未まだ将来のデザインの固まっていなかった戦艦と違い、本級は解剖戦艦としての要求性能が定まっていたため、コンセプトを決めることができたので、戦艦よりまとまった艦となった。艦減の低い平ら艦艦型戦隊の監視艦艦上に蒸気動力のクレーンが片源1機ずつ、計2機が搭載され、 光の操作や巨大な 42cm 砲弾を積むために使用された。その後ろに新設計のモデル 1875-42cm5 装填砲を収める露砲刀が単装で一機が配置された。なお、テリブルの未守方向支柱に方向に亀裂が入ったために砲身を切断して長さを詰めたために光景は19.3光景となった。このため、 1898年にテリブルの未手法をモデル 189334cm 法に更新、ついでに副法もモデル 189310cm 法に更新された。その後ろに頂上部に2段の見張り章を持つ全部三脚章が前向きに一機が立てられ、その背後に箱型の司令塔の上に露天式の操打環境が設けられた。 テリブルのみ煙突は4本煙突であるが、煙突を2本ずつ直列にまとめ、それを並列に2機配置する独特な煙突配置を採用しており、アンドンタブルとルカンは小番型の煙突を2本並列に配置していた。アンドンタブルの断面図煙突の周囲は関西低置き場となっており、煙突後部の原則部に2本1組のボートダビットが、片弦1組ずつの計2組により運用された。 原則甲板上の四隅に複方の 10cm 炭素砲が炭素砲がで片元に傷つ計4機が配置された。後部見張り小を基部とする前向きの後部三脚小の背後に2番 42cm 砲塔が後ろ向きに1機を配置した近代化改装後のルカン。なお、ルカンの1 8 9 5年から1896年にかけて試験的に 新技術を用いて近代化改層が施された。露放棟だった42セン独特な4本煙突は、主機関をニクローズ式石炭戦勝水管管12機と直立型三段膨張式レシプロ機関2機二軸に乾燥した時に直列に並べられた2本煙突となった。前後の三脚章も全部は、頂上部に見張り章、中部に単章灯台と持つ単脚章に更新され、 後部には簡素な短脚式マストが建てられた。なお、魚雷発射艦はすべて撤去された。ルカン以外の3隻は1910年までに除石されたが近代化改装を受けて心臓艦並みとなったルカンのみ、法術学校付属の練習艦となり、間もなく始まった第一次世界大戦ではフランス海軍最古の戦艦として地中海艦隊で戦乱護衛に使用され、 1917年には日英同盟に基づき連合軍に参加した日本海軍の第二特務艦隊の日清と一緒になった。ルカンは大戦後の1920年に除籍、解体処分となった。高い還元を持つ戦艦と違って解剖戦艦の還元は低いのが通常で、本級も海面から甲板まで高さが約3メートルしかなかった。しかし、 水雷防御は10以上の細分角角と完全20程度 50mm の水面下、装甲体で覆われており強固であった。ボイラーは遠筒艦12個だが、ルカンのみ10個だった。これに直立二段膨張式レシプロ機関2機二軸推進と組み合わせた。大やけにおいて自然通風構想状態で出力 6500PS、速力15ノットを発揮した。 燃料消費量から速力10ノットで、航続距離は1750回りと計算された。近代化改装後のルカン、ありがとうございます。